皆さん、フリーガー大統領です。あとわずか4年で23世紀が始まろうとしている。遺憾ながら我々の未来はそう明るいとは言えない。だが太陽系植民地化計画は何としても成功させるつもりだ。知っての通り、大統領である私もかつてはライトストーマーだった。サイオニックウェポンが開発されたばかりの頃だ。当時の経験から学んだものは3つ、奉仕、正義、そして勇気だ。ライトストーマーの訓練に耐え抜いた時、君は強い精神力の持ち主となる。その意志の力で宇宙の平和を守ってもらいたい。いつか、そう、いつか君はライトストーマーの長官として、地球連合の大統領として力を尽くすことになるかもしれないのだ。どうだジャック、うちに帰るなら今のうちだぞ。トップクラスでアカデミーを卒業した僕にそれはないだろ兄さん。さすが親父の息子だ。だが本当につらいのはこれからだぞ。よし二等兵、訓練開始だ。そう、イエスソー。難しくはない。敵の間を通り抜けるだけだ。これは誰です？お前のクラスのトップだ。トロイですか？なかなか使える男だぞ。お前はどうだ？サイオニックの注入は？お前らひよっこのために高価なサイオニックを無駄遣いできると思うのか？アンドロイドを操れるぐらいのブレインパワーがなけりゃまだ実戦に送り出すことはできん。分かってるな？早い判断、早い攻撃だ。行ってこい。ゆっくりと前に進み、思いっきりやっつけてやれ。コーナーに入り込むと面白いほどうまくいくぞ。Complete.最悪の気分だ。慣れりゃ平気になるさ。親父さんはいくつ持ってた？
まあ4つかな。肝心なのはサイオニックの数ではなく、それをどう使うかだ。油断すれば死ぬことになる。覚えておくんだな。我々のサイオニックは初心者用だ。そろそろ試してもいい頃だろう。さて諸君、次の訓練は前ほど甘くないぞ。化学工場から無事脱出するんだ。忘れるなよ。常に周囲に気を配るんだ。いいな。今度の相手はオーガニックエネミー、つまり敵は有機体だ。フェーズライフルを探して黒焦げにしてやれ。